ゴッドオブウォーをやりますね。このシリーズに関しては昔プレイステーション2でゴッドオブウォー2しかやったことないんですけども、まあ、もう10年以上経ったのかな。ストーリーはほとんど覚えてないんですけど、戦闘の難しさだけは身に染めて覚えてますね。コントローラーを握りしめて腕を痛めるほど戦ってましたね。この伝説のスパルタ戦士クレイトスと共に。この人がシリーズの主人公ですね。このおっさん。まあ昔と比べたらだいぶ年を取ったようですね。ヒゲもだいぶ伸びたし。で、今作はですね、過去作をプレイしていなくても十分楽しめる作品になってるようですね。完全に別の話になってるようで、この主人公クレイトスとその息子アトレウスっていう子供なんだけど、親子一緒に旅をするという話になっていますね。じゃあ早速ニューゲームスタート。あ、難易度の選択。ゴッドオブウォーっていう難易度がありますね。究極の戦闘を求めるプレイヤー向けの難易度です。相当これ難しいよね。ゲーム中に難易度変更できませんと。はあ。僕他のアクションゲームはハードで、やってきたんですけれども、これに関してはノーマルでも十分難しいと聞いているので、ノーマルでやらせていただきます。もし途中ね、簡単じゃねえかよって思ったらまた難易度変えればいいかな。確かハードまでは自由に変えれるよね。このゴッドオブウォーだけは変更できないんですよね。はい。じゃあノーマルでやらせていただきます。ほう。いきなりムービースタート。なんだ。なんか昔と比べると目つきも良くなったよね。なんか柔らかくなったっていうか、何があったんだろうな。まあ一応僕ムービー中も喋ったりしますんで、よろしくお願いします。あ、四角で、はっ、切る？いきなり、おお、いきなりスタート。もう一丁、うん、ほう、これ切ってどうすんだ、うらっ、ははは、もう一丁、おお、で、斧を使うんだね、今回は。ちょっと最初の状況は読めないんですが、これは何をしてるでしょうか。あったよ。お、アトレウスね。親子。船に乗るんだ。船に乗る。ほう。これ持てるの？簡単に簡単に持てる。さすが。で、あ、エールスティックでいた。そのままなんだ。へえ、これムービーからプレイヤーの操作につなげるところはすごいな。ほう。じゃあ丸ボタンで下ろして、これ乗せれんの？船に。これを。あ、なるほどね。へえ、怪力だな。それでいい。
おお、川を下ると。こっからも操作すんのかな。あ、あ、ちょっと早い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 。ん？何か変わった？森の雰囲気が違う気がする。そうなの。あらゆるものは変わる。考えすぎるな。わかった。あ、ここか。で、着いた。あの木はどうした？おお。何に使うんだ？こっからまた自分で操作するのすごいな。労働時間はないっていうことですよね、これ。そのまま操作できるってわけなんで。これはどこに向かってるんだ？とりあえず息子についていく。綺麗ですね、映像が。2018年に発売されたゲームなんですけど、めちゃくちゃ綺麗、グラフィック。これで最後だ。最後？お、なんかこの辺にも木いっぱいあるんだけど、わざわざあそこまで行く理由ってなんだ。この木じゃないとダメなのかな。ん？なんだ？ん？我は母を見たり。母？我は父を見たり。我を呼びたもう。我を呼びたもう。誰かが亡くなってるってことかな。我を呼びたもう。我を呼びたもう。我を呼びたもう。母かな。準備できた。お母さんが亡くなったってこと？安らかに行け。ほう。もう自由だ。この時代はこんな風に包むんだね。これギリシャ神話の話でもあるんですよね、ゴッド・オブ・ウォーシリーズは。あー、今切った、あの木でね。なるほど。ほう、これで火をつける。すごい。なるほどね、これで仮装するんだ。
めんなさい。お、すげえ火傷してる。握れ。このナイフが母親の形見だ。お、お前が持て。狩りは教わったか。少しは。では行くぞ。今？狩りに行くの？今ってなるよね。この男に何があったんだろうな。何を狩るの？鹿を狩ってみせろ。鹿？どっち？鹿がいる方だ。そりゃそうでしょ。それなら、鹿がいない方を狩ってもな。じゃあ今から狩りに行くと。狩り？はーい。で、こっから自由に、操作できるわけですね。なんで今狩りに？なんで今狩りにね。旅に出られるか見極めるためだ。おお、息子の？お前次第だ。あ、行け。もう亡くなってる、お母さん。早いね。あ、亡くなってないか。こっちか。お母さんいきなり亡くなってるのは。じゃあ息子についていく。ちょっと早い。ちょっと、アトレウス。ちょっと早いぞ。他のところに行けんのかな。足跡。でもこれは鹿じゃない。鹿じゃない。オプションでカメラの設定ができる。オプション？あ、これか。そうですね。一応僕、ゲームスタートする前に、まあ自分がやりやすいように、ある程度ね、設定はしたんですけれども、あ、なんだ？あ、これがメニューですね。武器、防具、スキル。ああ、いろんなスキルあるね。まあ、ここのメニューは一旦いいや。なんか光ってる。なんだ？落とし物。足跡か。足跡、うん、でもこれは丸いイノシシかな。お、よくわかってんの。あれ、どうしよう。ん？お、丸ボタンで飛び越えると。うら、助走しなくても飛べるんだ、すごいな。おお、よくやった。ねえ、足跡、鹿のだ。お、鹿のだ。こっち、こっちね。ちょっと待って、なんかないかな。今のなんか落とし物を拾ったよね。他のところにも、前倒しして、ああなるほど、丸ボタンで飛び越えると。おお、すげえ出てきた。これ鹿なの？見つけた、見つけた。ちょ早いぞ。おい、待つんだ。これは狩りだ、慎重になれ。慎重にな。あ、ここ光ってるね。なんか今回世界を探索するみたいなやつもある。あ、宝箱。なんだ。壊してんじゃん。開け方。銀のかけら。あ、ちょっと待って。お父さんもね、いろんなものをね、拾いたいんのよ。あ、あれ？橋が壊れた。どうやって向こうに？どいてろ。どいてろ。報告機で、あ、斧。L2 で狙う。なるほどね。投げる。おお。行け。あれ？投げた斧どうすんの？あ、R1 で呼び。なるほどね。で、ジャンプすげえ飛べるな。ちょっとね、僕、このボタンの操作もまたちょっと変えてるんで。お、え、じゃ、え？何をやっている？怒られた。
合図するまで。怒られた。合図をするまで勝手に矢を放つな。厳しいお父さん。ごめんなさい。謝るなら腕を上げろ。幸運だ。アトレウスってまだ10歳もいってないよね、こんな感じ。早く。おい。もう少し優しくしてあげれないかな。はあ、なるほどね。そうですね、さっきの話。僕一応ボタン、戦闘のボタンも変えてるんですよね。うん、僕一応最初設定の時にこういうのも軽く見たんだけれども、特にこの戦闘に関してね、ノーマルアタック、ヘビーアタック。これ多分これからメインの操作ボタンになるよね。で、もともとこれ R1 とかになってたんで、ちょっと慣れないなと思ったんだけれども、四角と三角にしときました。だから基本デフォルトの場合はノーマルアタックはね、R1 なんですよね。うん。というのが、まあ他の方と違うかもしれないですね。おお出てきたね。じゃあ失格ボタンでノーマル。お、ガードも一応できるね。かかってきなさい。あ、どんどん出てきちゃうから。じゃあガードは、ガードどこまでガードできるの。おお、やるじゃねえか。うわ、この爽快感よ。あ、切られた。ちょっと痛いね。で、スウェイもできるよね、回避。よっしゃ、あ、後ろにもいる。何してんの。なんか最初はやっぱり HP が短いよね。他は、お、まだいる。うわ、なんか序盤に出てくる敵にしてはすごいなんか硬いよね。こんな感じで、で、ガード倒しながら回避。あ、これ今できたんですね。教わる前に。え？あ、まだいる。まだいる。うら。かかってこい。終わったか？お前の攻撃が終わったらこっちの番だよ。寝とけ。しゃ、これでいいかな。後ろ？まだいんの？まだいるね。まだいるね。まとめてかかってこい。うわ、こんな感じかな。あ、経験値31、少な。入ってこなかったのに。あ、そうなん。さあ行くぞ。っていうことはなんかおかしいよね、この森。これは、お、命の石。あ、これで体力回復するんだね。なるほど。で、あそこだ、神殿の中。お、いたね、鹿。あれは鹿なんだ。でも母上は入るなって。己の意志に従うまでだ、言い訳はするな。厳しいな。厳しいぞ。ドア開ける。あそこ。どこ。弓を返してもらっていい。ここから届くのか。いける、アドレウス。もうちょっと近づく。自信ないんだ。かわいいね。ちょっとちょっと、お父さん待ってくれ。母上とは何度も狩りをしたけど、父上とはなかった。あ、そうな、初めてなの。なんで今。遺言。時期が来た。そう、遺言か。トラウグルだ。ん？おお、また来た。敵の体力ゲージ。なんで今。さっきもいただろ。じゃあ、そうですね。なんかこう、投げれるんすよね。漏れてこい。うら。よっしゃ。ガードして。ん？何？
この程度か。うわ、切られた。そう、後ろから切られた時にやっぱりガードできないのか。そりゃそうか。うぅしゃ。おお、切られた切られた。ちょっと待ってよ。何してんだい。じゃ、後ろか。これは危ないな。何してんだ。俺の体力を半分奪ったと。できたか。あ、また出てきたね。なんか強くなってない？ちょっと。こんな感じか。ちょっと軽く体力回復しとこう。ちょっと待ってね。アトレウス。満タン。なんだ？開ける方法がないっつって。ん？この門開けれない。あ、上になんかあるね。これ投げたり。これか。ん？あ、なんか追われてる。上に何かがある。あ、なんかここ丸ボタンあるじゃん。これで開けれんじゃん。で、ここで、何？斧を投げるっていうチュートリアルが出たっていうことは、なるほどね。じゃあ行くぞ。これでオッケーかな。で、呼び戻して。すごいな。どういう仕組み？それじゃ通れない。通れない。ちょっと待って。あ、わかったわかった。ごめんごめんごめん。刺さったまま、刺さった状態で通るということですね。失礼しました。よし。で、まずその門を通ってから、異言語な。何？あ、呼び戻す。よっしゃ、こんな仕組みなんですね。あ、ちょっと これ拾っときます。銀のかけらね。今後何に使うんだろう。父上、見て。うん、なんだ。合図するまで撃つな。落ち着け。あれ、落ち着くんだよ。あれはただの的だ。ただの的だ。あ、こっちも操作すんの？L 押しながら。腰を落とせ。息を吐き。いけ。当たった。当たった。一発だけでこうなるの。まだ。まだ。生きてるよ。生きてるね。うわぁ、こんな鹿も。僕らが認識してる鹿とはまたちょっと違うよね。光ってるし。そのまま殺すの。お前がやり遂げろ。残酷。いや、いや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 、こっち見てんだけど、できないでしょうね。目も光ってるなぁ。これできないよ。できないよ。え？ちょーっ、はぁ、あ。まあでもね、もう、こういう時代だし仕方ないよね。僕、弱肉強食だ。ああ、なくなってる。まあでもそうやってね、強くなっていくんだよね。アトレウスも。え、え？何？ちょっと待って。ちょ、びっくりした。こんな、でかっ。
誰でかあれと戦うの戦うのいきなり道はないトロールアドレウスの矢弓ね一緒に戦うことができるんだよね息子と L2 を押しながら R2 で特定の敵を狙うなるほどとりあえずやってみるかはい一度矢を打った後はチャージに時間がかかるとしゃこれはでかいぞこれどうやって接近するのちょっとアドレウスまずじゃあ打ってみるかちょっと待ってあ打ってもらおうこれ遠隔でああごめんちょっと待ってアトレウスに打ってもらったちょっと待って痛いぞお前何してんだいこれ遠距離でやった方が良さそうだねこんなでかいやつの場合はアドルース頑張れやべえここそうか方向、ね、狙いを定めなきゃいけないんですよねうらうらアドルース撃て撃てうーん動きますからねいやー撃てうらうらこうやって避けながらやるしかないよアドレウス撃てアドレウスって体力ゲージないよなんかめっちゃ殴られてんだけど大丈夫息子大丈夫うら来たねでっけえぞお前まあとりあえず距離を置くことが大事ですねしょアドレス撃て息子との協力プレイをうわ撃てよおいいい感じで来た時に息子に撃ってもらおうといいねあれお前動くなよ来たこれガードできんのこいつの攻撃ガードできんのしゃこうやっていけアドレウス撃てっていうかさ息子って無敵じゃねちょっと思ったんだけどあそこはダメか岩だからおい帰ってこいさあどう動くこっちに来てるね来てるけどあちょっと待って動くなっつってんだろこれ序盤に出てくる敵じゃないんだけどね普通はあなんかもらえるあ体力かよっしゃアトレウスってずっとさなんか殴られてるような感じなんだけれども全然平気っぽいねじゃあちょっと待ってでかいからねあいつ命中力が低いねさああ俺の温度そっかこれ戻すの忘れるとあれだよねささったままアドレス撃て来たねこいつの攻撃範囲ってどんぐらいだろううらうら
息子すごい強い、頼もしい。こっちだよこっち、こっちだよこっち。どこ見てんだい。おい、気をつけます。ありがとうね。しゃ、あとちょっとだな、あとちょっとだな。こうだよ。あ、岩のところ刺しちゃった。うらっ、うらっ、倒したな。スタンして敵の近くで R3、 これか。うわっへっへっへ、でっかいやつ。こんなこともできる、すっげえ。え、かっこいいな。かわいいな、かわいいな。アドレウス、もういいでしょ、もういいでしょ。うん、すげえ強いよアドレウス。もうやめろ、いいか、目を見ろ。倒した、倒したね。お前に旅は早い、旅は早い。鹿を見つけてちゃんと仕留めたのに何がダメなの。家に戻るぞ。おう、戻るんだ。鹿はどうすんの。もうずっと病気にはなってない、いけるってば。お前にはまだ無理だと言っている。お、消えたね。これ経験値100しかないの、こんなでかいやつなのに。まあ基本的にゴッドオブウォーの敵っていうのはでかいんですよね。これ体力今もらってもあれだよね。新たなスキルタスク、ちょっと待って、スキル習得できんのかな。スキルなんかいっぱいありますね。こうやって今6個かかってるからできないのか。まあさすがにまだ序盤だしね。とりあえずじゃあ家に帰るか。